岩手の自然や風土に魅せられアメリカから移住した男性がいます。英会話教室を指導しながら町民との交流を深める英語講師をご紹介します。グッドラックストーリー。西和賀町役場で嘱託職員として働くエリオット・コクレーンさんはアメリカメイン州生まれ。高校時代に留学した日本を忘れられず、5年前外国語指導助手として来日しました。自分のふるさとと似てるところとかありますか？山の方の実家だから人が同じ感じ、優しいとお互いも手伝うし、素敵な町です。西和賀とふるさとです。現在のポストは教育委員会の国際理解推進員。中学校で英語を指導しながら、昨年町が開校した全町民対象の英会話教室西和賀イーカフェの講師を務めています。公営塾といった形で子どもから大人まで全体をこう網羅したような形の英会話教室というのは西和賀町だけではないかなと思っています。英会話を上達するコツは怖がらずにトライすることと語るエリオットさん。多くの人に英語に親しんでもらおうと、さまざまな工夫を凝らして授業を行っています。どうしたら英会話が上手になりますか？失敗でもコミュニケーションしたいの気持ち、イメージで伝えたら OK。 先生も明るくて年代の違う人ともお話できてすごい楽しいです。休日には温泉に浸かったり、趣味のスキーを生かしてスキー教室の指導も買って出るなど、町の人たちとの触れ合いを楽しんでいます。町でもしいいカフェのメンバーあってれば英語で喋りたい、すると西和がいいんじゃないの感じ。町を訪れた外国人の方々と自然に英語の挨拶ができるような雰囲気ができていけばいいなと思っています。西和賀の自然と人をこよなく愛するアメリカ人英語講師がいました。いいカフェでストラリーグッドラック。お客様に笑顔を提供できるよう日々調整していきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。